こんにちは、今治市政広報番組です。市長、突然ですが今治の郷土料理といえば何がありますかね。やはり海の料理ですかね。いいですね。今回はその今治の郷土料理再発見いたしましょう。作ってみるんですか。そうなんです。試食もあるらしいですよ。そうですか。会長、はい、今治の郷土料理たくさんあると思うんですけれども、どういったものがありますか。そうですね、やっぱりこう海に面してますので、やっぱり海産物を使ったものが多いです。特にあの古島の潮流に揉まれた鯛、この鯛を使った料理が多いですね。あとまあ素材のつぼ焼きとかで、やっぱり大きな陶板で焼いた大楽焼き、天山焼き、そうですね、なども有名ですよね、はい。イギス豆腐もありますよ。あ、そう、イギス豆腐という言葉が出ましたけれども、はいはい、今注目なんですよね。あ、そうですね。あの今度あの文化庁の100年フードに、はい、あの認定されまして、昔からあの皆様が食べられていたようなあの食材、料理をですね、はい、100年先もあの残していこうというあの運動になります。はい、それに認定されたのがこのイギス豆腐、はいはい、そうですなんですね、はい。実際にイギス豆腐を作っていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、まずこちらですね、あの、はい、イギス乾燥イギスを、20分ぐらい水に浸して戻しております。これは海藻になるんですよね。海藻です、はいはい、お出汁とともにゆっくりと溶かしていきます。そして溶けました大豆粉ですね、はい、加えます。でですね、先ほどの具材も一緒に、はい、あと調味料も加えていきます。もうベースに味がついてるんですね。そうです、はい、はい、それではできましたので、はい、流し管に流していきます。この後ですね、冷蔵庫で40分から1時間ほど冷やし固めます。はい、これで完成です。完成ですか。うわー、なんだか涼しげで、はい、美味しそうですね。味がついてるでしょ、うん、あのシンプルな本当にお出汁の素朴な味わいなんですけど、ね、あの舌触りがホロホロっとしたような味わい深いですね。100年フード選ばれたんですよね、はい、残していきたい、つなげていきたい味ですね。それから市長、あの11月にはイベントもあるそうですね。そうですね、あの新しい文化を作ってみたいというふうに思ってまして、はい、瀬戸内港マルシェというふうなものを開催させていただこうと思っているんですね、はい、でこれも年に1回とかいうことではなくて、うん、オール今治の体制で、はい、月に何回か総合的に開催ができたらなというふうに思っているんですね、はい。海の幸、山の幸、またタオルもそうですし、うん、お菓子もそうですし、パンもそうですし、うん、いろんなものがですね、その港に来れば、今治をご体感いただける、はい、味を楽しんでいただける、そういうふうな新しい風をですね、港から起こしていきたいなというふうに思ってるんですね。皆さんぜひ今治にお越しくださいね。お越しくださいね。